はい、足立です。こんにちは。いやー、今日も一日のリミット外してワクワクだらけでいきましょうか。はい。今日はね、ちょっと長い名言、名言なのかな？これ。ピース又吉花火。読んでみました。読んでみました。まあ僕も一応芸能界とかもお世話になってる身であれなんですけれども、なんだよ、お笑い芸人に芥川賞とか、お前なんだよそれみたいな風に思ってたんですよ。どうせつまんねえんだなみたいな、なんだかなみたいな思ってたんですけど、面白かった。読んだら面白かった。又吉氏、又吉さんはすごいね。まあ僕も全部読んでるわけないけど、例年の芥川賞に比べてどう、遜色ないっすよ。なんせいいのかな、まあ面白い、とにかくいい、面白い。なくちゃいけない、ごめん、芥川賞を取ってもまあいいかなみたいな感じ、面白かったですよ。お笑い芸人が主人公で、まあまあお笑い芸人の青春って言い方がシンプルになるな、を書いてるんですけれども、面白かった。お笑い芸人っていうのはそういうもんだよねというようなことが伺い知れる、じんわり伝わってくる、いい青春物語になってるわ。青春物語って言って安いね、ごめんね、俺作家なのにそんな安い言葉使っちゃって。特に僕がお笑い芸人の方とかもね、仲間とかもいっぱいいるので、少し親近感があるから響いた部分はあるかもしれないかな。お笑いとか関係ない、お笑い芸人なんか興味ねえよって人はちょっとそこまで僕ほど、ああいい、面白いねと思わないかもしれないけれども、でもいいですよ。ああそうか、そういう人たち、そういう風に考えてそういう生きてる人っていうのもいるんだよねみたいなの感じさせてくれます。いい本でした。なんかちょっとバカにしてたんですけど、芥川賞おめでとうございます。良かったですよ、本当に。そんなこと言ったらなんか別に。はい。そしてね、この中にね、この本の全体とは関係ないんだけど、一節いいところがあって、そこを今日ね、ちょっとね、朗読したいと思うんですね。今さ、これアグネスちゃんさんとかがさ、いろいろこう、ブログとか、なんか書き込みとかされて大変じゃないですか、なんか脅迫されて。で、アグネスちゃんさんも戦ってるみたいじゃないですか。で、そんなこと、僕もね、ブログ延長したこと何度もありますけれども、小規模な延長ですけどね。そういう人に向けて、ちょっといいかな、いいこと言ってるなっていう一節があったんで読みますね。これはね、主人公であるお笑い芸人が、ネット上で誹謗中傷されて、それでちょっと悩んでるみたいなところで、そのネットに自分の誹謗中傷を書かれたことに関してどう向き合えやみたいな一節なんですけど、ちょっと長いですよ、読みますよ。これね、なかなか、ああなるほどなっていうのをいいこと言ってんですよ。いいですか、読みますよ。一回しか読みませんよ、長いから、はい。だけどな、それがそいつのその夜生き延びるための唯一の方法ないやったら、やったらいいと思うねん。俺の人格も人間性も否定して侵害したらいいと思うねん。きついけど耐えるわ。俺が一番傷つくことを考え抜いて書き込んだらええねん。めっちゃ腹立つけどな。でも、ちゃんと腹立ったらなあかんと思うねん。受け流すんじゃなくて、気持ちわかるとか子供魂の嘘吐いて、せこい共感促して、仲間の仮面かぶって許されようとするんじゃなくて、誹謗中傷は誹謗中傷として正面から受けたらなあかんと思うねん。めっちゃ疲れるけどな。反論慣れしてる奴も多いし疲れるけどな。人を傷つける行為ってな、一瞬は留飲が下がるねん。でも一瞬だけやねん。そこに安住している間は自分の状況はいいように変化することはないやん。他を落とすことによって今の自分で安定するというやり方やからな。その間ずっと自分が成長する機会を失い続けてると思うねん。かわいそうやと思わへん？あいつら被害者やで。俺な、あれゆっくりな自殺に見えるねん。薬物中毒と一緒やな。薬物は絶対にやったらあかんけど、中毒になったやつがいたら誰かが手伝ってやめさせたらな。だからちゃんと言うたならあかんねん。ごめんね、関西弁の逃げ方でごめん。一番簡単で楽な方法を選んでもうてるって。
でも時間の無駄やでって、ちょっと寄り道することはあってもすぐに抜け出さないとその先はないねって、面白くないからやめろってですよ。まあ、あの人の文章を読み方なんで僕はこれに解説するのやめますけれどもね。あと、もちろん言ってきますけど、アグネスちゃんさんのことを想定してもちろん書いてるわけじゃないですよね。又吉さんこっちの方が先ですからね。でもこの一節はなかなか、なるほどなと思いました。いかがでしたか、なんか聞いてみて。うん。まあもちろんこれが、今読んだ文章がこの本の本質では全然ないですけどね。この本の一部に出てきたので、なかなかいいなと思って、ちょっと、聞いた方が、なるほどって思ってもらえるかなと思って、ちょっとすみません、人の言葉を借りて喋りました。的な感じですかね。はい。本ってやっぱいいっすよ。ね。小説ぜひ読んでみてください。いろいろ。小説読む人ってほんと少ないんですけどね。でもまあ、これがすごくいいチャンスにもなったと思いますし、これ以外にもね、面白い小説いっぱいありますので、ぜひ見つけて読んでみてください。俺の小説も読んでください。まあ、いいか。的な感じでございました。今日も頑張っていきましょう。